こんにちは、料理研究家高橋義郎です。夏の食材というとゴーヤとか枝豆とかいろいろありますけれども、今日はですねトウモロコシを使った炒め物をご紹介します。先週阿佐ヶ谷の七夕祭りで焼きトウモロコシを食べたんですけれど もうこの時期のトウモロコシってやっぱりシンプルに焼くだけで十分美味しいですよね。ということで今日もですね早速作っていきましょう。どうぞ。まずズッキーニ、玉ねぎは1センチ弱にカットして、トウモロコシはそぎ切りに、ニンニクは芽を取り除いて薄切りにしてください。エビは背ワタを取って臭み抜きのために酒と片栗粉で軽く揉み込んでおきます。ブラックタイガーなどを使っていただくとより食べ応えもアップします。温めたフライパンにバターを敷いたらニンニクを入れまして、弱火から中火で香りを出しましょう。そしてむきエビ、トウモロコシ加えましたら、中火前後でエビに半分ほど火が入るまで炒めましょう。より甘さを出すためにトウモロコシは先に炒め始めます。そして玉ねぎ、ズッキーニを加えて軽く混ぜ合わせまして、ここで塩と胡椒ですね、中火から強火で2分ほど野菜全体に焼き目がつくまで炒めましょう。そして最後に醤油、レモン汁を入れて焦げの風味もつけながら手早く炒めて器に盛り付けます。はい、もし生のレモンがあればより香りが立ちますので使ってください。お好みでパクチーなどを添えてぜひお召し上がりください。ではエビとトウモロコシの炒め物をいただきます。いただきます。もう本当に画面では伝わらないんですけれども、このバター醤油の香りがね本当にいい香りなんですよね。簡単に作れますのでぜひ参考にしていただければと思います。そしてこの動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録、コメント、各 SNS のフォローもぜひよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。